皆さんこんにちは、おはようございます。エミです。ロサンゼルスからお届けしております。もう今朝の私はね、もう胸がもういっぱいでございますまあその話はちょっと後にするといたしまして、まずはこちら風くんの TikTok に上がっておりましたが、これはウォーキングハードにね、わざとね皆さんで練習しているものなんですけれどもそしてこれいい野菜、いい野菜ってこれ何、中国語、台湾語、どういう意味でしょうか。本当にいい野菜っていう意味ではないとそうなのかな。いやちょっとね笑ってましたけども、風くんもはい。そしてね、まあ、これは BTS ですけれども、まあ、これの本番がこちらですよね。皆さんでけっちり合っておりますがね。そしてこちら風くんのインスタストーリー、 Nobody knows。 これはね、風くんが前日にあげてくれたスーパーブルームーンのバックにかかっていた曲を真似して歌っているものですけれども、私も実はね、昨日はロサンゼルスで見た、まあ、あの満月をねアップさせていただきまして、そしたらね、視聴者様から、これはハティーロさんから、エミさん、ケアお隣さんですよ、羨ましい、インスタグラムストーリーの並びでも私もこうなりたいということで、こちらの写真をね送ってくださいまして、本当だ隣ですね、嬉しい。そしててるてる坊主ママさんからも、エミさんも梅田さんも風くんのお隣ということでね、こちらの写真を送ってくださいました。いや、ありがとうございます。もう私が何が嬉しいかって、こうやって視聴者様がこういうことを喜んでくださることが嬉しいですねありがとうございます。そしてね、スマイルさんから、ありがとうございます、美しいですね。エミさん、今日のにじこさんの配信視聴されましたか、ぜひということなので見てみたんですよ。そしたら、まあ、こちらねの中で、まあ、私が、まあ、コロちゃんのファンだからね、風くんがねコロちゃんのプロデュースしたエプロンを着てめっちゃ喜んでるっていうことをおっしゃってて、そして私のこの動画も見てくださったみたいで、エプロンも早速購入したということだったんですけども、そしてそうそう、キラリマスさんからもキャ嬉しいですねっていうコメントを私もいただきましたけれども、そのことなのかな、きっとそれでですよね、見てくださいっていうのはね。でもね、もう一つお話しされてたのが、カチャ君がこの満月のスーパーブルームーンの動画を上げていた、後ろにかかっていた曲のことですね。で、実はね、私ね、一番最初に聞いた時、昨日の配信をした時にはその曲はかかっていたことを気がつかなかったんですね。もう自分がすごい体験をしたという方にこう頭がいっていてね。で、なのでもう一回聞いてみて、もうめっちゃ感動してしまったんですよ。で、こちらは Nobody knows the trouble I've seen、誰も知らない私の悩みという曲で、ルイス・アームストロングさんによって歌われております。そしてこちらがその歌詞になります。ちょっと訳させていただきますね。 Nobody knows the trouble I've seen、 誰も私の悩みを知らない。 Nobody knows but Jesus、 イエス様以外は。Nobody knows the trouble I've seen, glory. 誰も私の悩みを知らない。ハレルヤ。Sometimes I'm up, sometimes I'm down. 時に私は元気、時に私は落ち込む。Oh, yes, Lord. そうです、神様。Sometimes I'm almost to the ground. 時に私は倒れる寸前になります。 Oh yes Lord、 はい、神様。 Nobody knows the trouble I've seen、 誰も私の悩みを知りません。 Nobody knows but Jesus、 イエス様以外は。 Anybody knows the trouble I've seen、 Glory、 ハレルヤ。そう、誰かは私の悩みを知っている。主に栄光。If you got there before I do、 もしあなたが私が行く前にそこにたどり着いたら。 Oh yes Lord, tell all my friends、 私の友達たちに伝えてください。 I'm coming too,
Oh yes, Lord. 神様、私もそこに行きますと。ということでね、これが Nobody knows the trouble I've seen というふうに繰り返しされるんですけれども、これは19世紀半ば頃から広まった黒人霊歌の一つです。 Amazing Grace などもそういう歌になりますけれども、もうこの歌をね、なぜ風くんがこの満月のバックグラウンドに流したかという意図は分かりませんけれども、やはりここから私が感じるのは、私もねこのブログとか YouTube を始めたきっかけが、私の夫が黒人なので、それに伴って私もそういう現実をたくさん見てきて、その現実をたくさんの方に知ってもらいたいという思いから、そしてそういう差別が少しでもなくなればいいなという思いから始めたということもあり、そういう訴えというかね、こういうことってね、皆さんね言わないんですね。言ってもしょうがないと思って言わない方がほとんどです。なので私も最初の頃、ブログや YouTube でも、その私のお友達で黒人の方と結婚した方たくさんいますので、そういう方からのお話もたくさん聞きましたけども、聞いたことのない話ばかりでした。そして皆さんやはり思っているのが、こんなこと言っても何も変わらないという諦めというのがあるんですね。でこの歌は、その諦めだけじゃないけど、でもやっぱり Nobody knows the trouble I've seen、 誰も私の悩みを知らないというこの歌詞がですね、イエス様は知っていると言ってるんですけれども、私にとってはとってもずっしりとくる言葉ですし、これを風くんがねこういうふうにシェアしてくれて、そしてこういう面白おかしくモノマネみたいな感じにしてくれてね、こういう形で風くんが伝えてくれてるという、風くんはなんかいろんな社会問題とかを伝えてくれてるんですけども、風くん自身もおっしゃっていたけれども、それをどうやって軽くかっこよく伝えられるかというのを常に考えているというふうにおっしゃっておりましたが、これもその中の一つかなと感じました。そしてもうそういう風くんにも感謝しかないんですよ。なので私はこの風くんのインスタストーリーを見て泣きました。もう嬉しくってというか、感動してというか、もう風くんに本当に感謝です。ありがとうございます。ということでね、今日はちょっとご紹介したいコメントとかメッセージとかお写真とかあったんですけど、ちょっと今日私できそうにないので、今日はこの辺にしたいと思います。こちらは昨日の晩に見た満月です。ということで、今日も皆様にとって素敵な一日になりますように。 Have a wonderful day, everybody. エミでした。ではまた。